HDP アンバサダーに就任しましまた赤星です、えー、この度 HDP アンバサダーをお引き受けしましたのは、えー、阪神大学時代にですね、えー、星野さんとは監督と選手として、えー、非常にお世話になったのはもちろんなんですが、あのー、引退後もですね、えー、いろんなところで気を,つか,あの気をかけて頂い,いて何か星野さんに恩返しができないかなとは常に思ってました。 えー、そして星野さんのやられてるこの HDP ということを知りまして、えー、その中にある理念なんですが本本気気の若者を本気で応援するあのこの言葉を聞いた時に非常に深く共感しました、えー、私もですね現役時代たくさんの人たちからたくさんの声援をいただいてたくさんの勇気を頂い,いてきましたそしてやっぱりこれからの日本を背負って立つのはやっぱり若者の力っていうのは絶対に必要だと思いますから、えー、この 若者たちを何とか応援できないかなと僕も思っております夢を持つ若者たちをですね、しっかり応援していきたいなと思いますので、えー、共に皆さんと力を合わせて盛り上げていけたらなと思っておりますよろしくお願いいたします